皆さんこんにちは。あなたの魅力を輝かせる演出家、三輪絵里香です。今日は喋って英語のその6、 How beauteous mankind is をお届けします。 How beauteous mankind is、 人間とはなんと美しいものかしら。これはシェイクスピアの最後の喜劇と呼ばれている12夜から、島国育ちの娘ミランダが島に流れ着いたヨレヨレの人間たちような初めて見て人間というものを。その島に流れ着いた人間たちは酔っ払いののんべえの悪党のヨレヨレの年寄りたちなんですね。なのにミランダはそれでも人間を美しいと捉える。シェイクスピアの人間への優しい目線が感じられて私には大好きなセリフです。今月は私は何がすごいのシェイクスピア、シェイクスピアを100倍楽しむ方という喜劇を演出出演脚本しています。後ろに衣装が揃っています。イエイ。ここに台本が揃っています。イエイ。そしてチラシも後ろにありますね。これもちょっと見えるところに行こうかな。こんな感じで、私が思うにシェイクスピアってやっぱり海外でも通用するプレゼンスを身につけることに直結してるんですよね。私もシェイクスピアを知ってるからこそ、海外でも海外のお偉いさんとでも、そして通訳としても一目置かれて、ちょっと得をしたところから仕事をスタートできるっていうのがあると思っています。皆さんも身につけましょう。ではまた。バイバイ。